私は今ひたちなか市和田町のひたちなか市役所中身の都市所に来ています。2月3日日曜日午後1時からひたちなか市文化会館大ホールで第3回ひたちなか市子ども伝統文化フェスティバルが行われるということで、詳しくこのフェスティバルについて教えていただこうとやってきました。この時間はひたちなか市教育委員会文化振興室栗田隆義さんにお話を伺ってまいります。栗田さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。栗田です。よろしくお願いします。栗田さん、2月の3日日曜日第3回ひたちなか市子ども伝統文化フェスティバルが行われるということですが、このフェスティバルの中で栗田さんはどういったことをされてるんですか？私は今回10の団体さんに出演してもらうんですけども、その団体さんとの打ち合わせ、それから本番はですね、団体さんがスムーズに日頃の練習の成果を発揮できるように、舞台の脇で、各団体さんのお手伝いをするという舞台監督みたいな立場で仕事をしてます。もうじゃあこのフェスティバル成功するかどうかはもう栗田さんの腕にかかっているという感じでしょうか？頑張ります、はい、ぜひ2月の3日楽しみにしたいと思いますが、このフェスティバルどういったフェスティバルになるんですか？はい、このフェスティバルはひたちなか市内で、伝統文化の活動に携わっている子どもたち、小学生、中学生、保育園から幼稚園児まで、いますね、そういった学校の団体さん、それからそれ以外にも一般の団体さん、そういった団体さんが一堂に会して、発表会を行うというフェスティバルなんです。当日はどういった演目が用意されてるんでしょうか？今回出演していただく団体さんの中には、おことの演奏、琴ですね、琴の演奏ですとか、民謡、祭りのお囃子、それから日本舞踊などの団体さんがありますね。もう子どもたちもお琴を奏でたりとかできるわけですね。それこそ幼稚園生から小学生まで の、本当小さいお子さんが一生懸命演奏してますね。そうですか。ひたちなか市本当にさまざまな伝統文化が残っているんだなというのをそのお話を伺っているだけでも分かるんですけども、栗田さんもここひたちなか市出身なんですよね？そうなんです、実は、昔からこういった伝統文化に触れることって多かったんですか？私自身も小学生の時に、運動会とかお祭りなんかで、この地域に伝わっている三品盆踊りっていう踊りがあるんですけども、そういったものを練習して発表したことがありますね。三品盆踊りですか？どういったものなのか、もし可能でしたらラジオを聞いている皆さんにはなんとなく私の解説でご紹介させていただこうと思いますので、あ、そうですか。ちょっと実践していただいてもよろしいですか？ここでですか、ラジオなのに。はい、ぜひちょっと見せてくださいということで、栗田さんちょっと気合を入れていただいて、ではどうぞ。はい、右腕かざしまして、左腕かざして、両手開いてパパンのパンということで、綺麗に舞っていただきました。いやー、愉快な感じで、なんだかこう私見てる私もこうワクワクしてきました。関係各位の皆様、間違っていたらすいません昔の習った感じでやってみました。はい、ということで皆さんにもこういうふうに体で覚えている伝統文化、それを子どもたちが今回このフェスティバルで披露されるということですけども、毎回やってますよね。今回3回目ということで、1回目2回目の反応というのはどうでしたか？これは担当している私自身がそうなんですけども、もう市内に、ひたちなか市内にこんなにたくさん伝統文化に携わっている子どもたちがいるんだ、この驚きの声、こんなにいるんだっていう驚きの声が本当に多かったですね。それともう一つは、ひたちなか市内に私自身が今やった三品盆踊りの他にも、たくさんの古くから伝わっている伝統文化、民謡とかお祭りとか、そういったものがあるんだ、知らなかったよっていう驚きの声がですね、本当多かったですね。そうですか。本当に当日の写真も今日ちょっと持ってきていただきましたけれども、とっても可愛らしい踊りをされている子もいま す、 そうですね。お着物、赤と黒のお着物を着ながら、左斜め下をちょっとふくっと
と眺めながら踊りを披露されている様子ですとか、本当にお祭りという感じで、その舞台全体がお祭りのお囃子、まさに写真なんですけども、それが聞こえてきそうな、そんなものまでありますね。子どもたち毎回毎回結構楽しみにされてるんじゃないですか。そうですね、各団体さん、今回のフェスティバルに向けて、まあ、毎年ここ3回やってますけど、はい、もう日頃の練習の成果を発揮するために、練習に励んでいるって聞いてますね。うんですか。やっぱり今回は子ども伝統文化フェスティバル、子どもにこうフォーカス当ててますけども、こういったのも何か意味があったりするんですか。大きな意味があるんですけども、はい、先ほど申し上げたことと重なりますけど、本当ひたちなか市内には伝統文化に関わっている子どもたちが本当たくさんいるんですね、そのたくさんいる子どもたちに、発表の機会を与えてあげたいっていう思いがまずあるのと、はい、そしてこの伝統文化はやっぱ未来に伝えて いかなければいけないものだと思うんですね、でその未来に伝えていく重要な役割を担うのは子どもたち、ですからその子どもたちにこういったフェスティバルがあるってことを通して、自分たちの練習とか日頃の活動により意欲とやる気を持ってほしいっていう、そういう気持ちがあって子どもたちのフェスティバルをやろうということになっているんです。はい、その子どもたちが今度の2月の3日日曜日に頑張って披露してくれるということで、栗田さんからもう一度このイベントについて詳細教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、第3回ひたちなか市子ども伝統文化フェスティバルは、2月3日日曜日、今度の日曜日、午後1時からひたちなか市文化会館大ホールで開催します。入場無料です。どうぞお越しいただきたいと思います。はい、結構早めに行った方がいいですかね。そうですね、12時半会場ですので、ぜひとも早めに、当日は駐車場も大変混み合うことが予想されますので、はい、来て全10団体全て一生懸命練習してきた子どもたちの演技を見て感動していただきたいと思います。はい、わかりました。今日この時間は第3回ひたちなか市子ども伝統文化フェスティバルについて、ひたちなか市教育委員会文化振興課文化振興室栗田隆義さんにお話を伺いました。栗田さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ということで、この時間はひたちなか市役所中湊支所からお届けしました。